いつでも出撃可能よ。ジャトヤにかかれば万事解決。
バタバタして悪いな。今回もでかいネタを仕入れたんだが、緊急の内容なんだ。なるべく手短に話すぞ。と、その前にお茶か何かもらえるか。一息ついてる場合？手短に教えてくれるんじゃなかったっけ？おいおい、いつも割のいい仕事を紹介してやってるのは誰だ？少しくらいホスピタリティってもんがあってもいいだろう。まあいい、言っちまえば単純だ。ゼロ号フォローの定期調査がまた始まるらしい。なんだって？これはガチのマジだぜ。しかも協会は長期戦の構えだ。調査は数回に分けてやるつもりらしいぞ。俺がこれを聞いて真っ先に頭に浮かんだのは、我が最も信頼のおける顧客であり名声カクカクたるプロ棋士パエトーンのことだ。あんたらも一枚噛みたいだろうと踏んだ俺は、あらゆるリソースを動員し調査チームの募集に裏口を開けといた。ゼロ号フォローでテスト用の依頼をこなせば、派遣調査チームの一員として合法的にゼロ号フォローを調べられるぞ。確かに価値のある情報だ。温かいお茶を出してもいいくらいにね。状況は把握したよ。ちょっと考えさせて。もちろんだ。大事なことは夜に決めるなって言うしな。じっくり考えてくれ。そんで決心がついたら、スコット全勝基地ってとこに行け。そこでテストの依頼ができる。じゃ、失礼するぜ。ゼロ号フォローの調査か。リンはどう思う？質問、ゼロ号フォローの調査とは何でしょう？ん？そうか、フェアリーはまだ知らないんだね。挑発とみなし受けて立ちます。直ちにフォロー調査協会のデータベースでゼロ号フォローについて検索。誰も挑発なんかしていないよ。検索完了。ゼロ号フォローとはその存続期間、影響範囲、危険度において新エリート内でも随一を誇るフォローのコードネームです。新エリート内の基地の大型フォローはいずれもゼロ号フォローから派生した強制フォローに端を発します。ゼロ号フォローの現状を把握し、その拡大を抑制するため新エリートは定期的に有志を募り、当該フォローに対する調査、鎮圧、研究を行っています。以上をもとに推測。マスターがゼロ号フォローの調査に志願するのは新エリートを救うためです。惜しかったね。ゼロ号フォローの情報はあっていたのに、動機の方は。リクエスト、今後のより的確なサポートのためにお二人が調査に参加したい動機を教えてください。何何？もうお手上げなの？先にあんたの規約と動機を教えてくれたら考えてあげてもいいけどね。
失礼ですがマスター、先ほどから私をいいように使おうとしていませんか。人聞きの悪いことを言わないでほしいな。妹の言う通り、僕らはお互い正直になるべきじゃないか。恐れ入りますが、私はその質問に答える権限を有しておりません。回答は、適切な時期に適切な場所でお知らせいたします。恐れ入りますけど、そちらも適切な態度というものを見せる必要があると思うよ。そんな君に教えられるのは、ゼロ号フォローは報酬がいいことと、僕と妹が暮らし勉学に励んだ場所が崩壊したキュートにあったことだけだ。僕たちはあそこを調べる機会をずっと伺っているんだ。ああ、ダメだよお兄ちゃん。フェアリーの言うことなんかにムキになっちゃう。これくらい構わないさ。一つ貸しを作ったと思えばいいんだ。とにかく決心がついたら、羊飼いが言っていたゼロ号フォローの前哨基地に行こう。何なりとご用命を。何か用？私は高くつくわよ。いつでも出撃可能よ。
ですです。聞こえるかい、リン？ OK。 HDD システムの通信回線、各測定指数ともに異常なし。今の僕たちの設備でも十分ここに挑む資格はあるようだ。それとホロー調査協会の人が監督につくようだ。これで試験に受かれば晴れて公式認定の05ホロー調査ライセンスが取れる。頼んだぞリン。私が今回責任を持って同行させていただく協会の調査員です。いわゆる試験官だと思ってくれればいいですよ。同行中、企画から逸脱した武器の使用は禁止。指定されたルートもちゃんと守ってください。それでも念を押しておきますよ。05ホローが特別とされているのはその規模だけではありません。甘く見て非常事態に対する心構えを怠ると痛い目に遭いますからね。何せ調査協会には臨時職員の保険料を負担する義務はないんですから。とはいえきちんとサポートはしますよ。協会が模造したレゾブレムを提供します。それでは出発しましょう。試験官として君たちの働きをしっかり評価しますからね。依頼開始です。行動目標、資質試験外周のクリア。エーテル誘導体レゾブレムです。効果、戦闘能力向上。同じスタイルを集めると特定の能力をさらに強化できます。同一スタイルのレゾブレム獲得数はここに表示されます。ここを押すとレゾブレムの効果に関する詳細を確認可能。もう一度押してレゾブレム選択画面に戻りましょう。適切なレゾブレムを選別することが行動の鍵です。もうすでにご存知のはずですね。とはいえ試験は始まったばかりです。任務に集中しましょう。配置についた。機械のメンバーは安定したエリアから05ホローに入れます。こうしたエリアに目を光らせ
チームの戦力を増強しましょう。あれって。
長、目標とは安全な距離を維持してください。全速力の課長になんて追いつけないってな。あの制服はハンドの、しかも特別行動部の執行官。対ホロー特別行動部第6課です。現在緊急の鎮圧任務を執行しています。こちらのエリアで情報のない極超級エーテリアスが確認されました。あなた方の任務が何であれ、遊撃部隊として本作戦の支援に当たるよう要請します。これは対ホロー6課副課長による正式な招集です。極超級エーテリアス、なるほど。さっきから様子がおかしいのはそいつの仕業か。あの大きさであんなに数を率いているなんて前代未聞だ。リン、早くみんなを連れて離脱しよう。何やらやむを得ない事態のようですね。本来の任務は中止です。これより目標を全力で対ホロー行動部を支援するに変更します。そちらは学会のナビボンプでしょうか。差し支えなければ引き続きガイドとして稼働してもらいたいのですが。ナビボンプ、イアスのことか。目標はこちらの予想ルートを外れてしまいました。キャロットのデータを持つボンプによるナビゲーションが必要です。緊急事態につき武士として挑発させていただきます。早い話が、ぶっ壊れてもうちで弁償しますよってこと。何言って、じゃなくて、なな。やれやれ、ぶっ壊れる前提か。お願いボンプちゃん、私が守ってあげるから。確かにこの子のナビ能力は申し分ないですよ。ただボンプが深刻な損傷を受ける危険あり、なんて事前の同意書にあったかどうか。いえ、対ホロー行動部たってのご要望ですからね。こちらのボンプはお任せします。きっと問題ないでしょう。持ち主にはどうにか説明しますので。問題しかないよ、こっちの意見は聞いてもないのに。声が大きいぞリン。このボンプが遠隔操作されているなんて向こうは知らないし、知られてもいけないんだ。対ホロー行動部、あそこの執行官は全員が精鋭中の精鋭だ。目下のところ彼らに合わせておくしかないな。とにかくナビボンプとして仕事に変わりはない。チームを正しい方向へ導く、それだけだ。ここからは対ホロー行動部をナビゲートする。対ホロー行動部のターゲットはあの巨大なエーテリアスだ。マスター、エリアのエーテル活性が過去最高値に到達。速やかに作戦を完了し離脱することをお勧めします。分かってはいたけれど、ゼロ号ホローは一筋縄ではいかないな。じゃあトヤのお仕事を始めるわよ。
マスター、暗号化された情報を入手。内容は7。暗号化された情報その2を入手。内容は7。暗号化された情報その3を入手。内容は7。暗号化された情報その4を入手。内容は7。情報収集完了。7 7 7 7。当該エリアの隠し補給が開放。先に終わらせてくんないかな。大盛りのエーテリアスを倒したらステルスもらえる。しょうがないわね。了解。悪くない。
一体どこだ。あんなとこに。いたいた、課長。刀の一戦だけであの巨大なエーテリアスを追い払ったのか。対ホロー行動部の業務一覧にプロ騎士の逮捕がないことを祈ろう。課長、ご無事でしたか。守備はどうでした。芳しくはなかったな。さっきの一振りは、うん、茶碗を砕く木槌と思えば黒板を伝う白木が如しと言ったところか。包丁でバターをズバーしたかったのに、まな板にドンしちゃったってことだね。そう、角ちゃんさ、もっとわけわかんないよそれ。課長曰くニネベに重傷を負わせられなかったとのことです。引き続き目標を追跡する必要があるかと。はいはい、石膏やります。まあ、あんなでかいの見失う方が難しいけどね。エーテリアスが集まってきているようです。課長とニネベの戦闘を聞きつけたのでしょう。処理は任せてくださいますか、課長。ああ、対ホロロッカ総員迎撃準備。この個体は特殊なターゲットとしてマークされています。通常のエーテリアスよりはるかに危険なためご注意ください。
ならない。逆殺客中しかしない。私は来たわよ。了解。今です。一切の障害を相当いたします。参りましょう。了解。排除する。一網打尽です。痛くないってば。ウーロン剣。信頼に感謝を。どうか続きを。待てー。あっち行け。どうか。突発的な作戦行動ではありましたが、無事に終わってよかったです。ようやく一息つけるでしょうか。挑発した学会の資産、こちらのナビボンプもこの辺りで返却しましょう。ルートの策定、臨機応変な対応、どれをとっても対ホロー行動部の正式モデルより上だったね。このチビスケ、積んでるキャロットのデータまで学会のとっておきってわけ。それとも論理コアを特別にしつけてもらってるのか。ちょっと、うちのボンプちゃんたちが聞いたら泣いちゃうよ。ああ、このボンプなら当学会のものではない。独立調査チームを率いているこちらの方の私物だ。そうなのですか。確かに調査協会は民間から調査チームを募っていると聞いたことがあります。当局のアホより民間人の方がよっぽど頼りになるとはね。なんともはや。次も逃さない。ゲゲ、それ私に言ってる。いつもながら人をビビらせるのがお上手ですね、課長。課長曰く、あなた方の調査チームとまた協力できる機会があればぜひ逃したくはないとのことです。まだ公務中ですから、戻って報告をしないといけませんね。我々は先に失礼します。
お、改造か。改造のことなら俺に任せろ。また来いよ。